今日はお誘いの表現、どのように人を誘うか、この文章フレーズをお勉強したいと思います。まずは、やはり映画に誘う、いいですね。一緒に映画に行きませんか？一緒に映画に行きませんか？それから、若い世代の皆さんは、一緒に遊園地に行きませんか？一緒に遊園地に行きませんか？そう、昔は遊園地で働いていました。遊園地で子供ショーをしていました。そして映画や遊園地の後は一緒に夕食に行きませんか？一緒に夕食に行きませんか？その時に、中華料理はどうですか？まあ慣れてくれば、中華料理はどう？お寿司はどう？どう？って聞いてみるんですね。まあ、丁寧に言えばどうですか？どうですか？と聞いてみます。そしてご飯を食べた後、私の家に来ませんか？または僕の家に来ませんか？必要ですね。さあ、今日はお誘いの、言葉を勉強しました。見てくれてありがとうございます。それでは、またねー。